2008年1月1日の噴火ジャイマは、地理南部にある、活火山。標高は3125メートル。地理にある火山で最も活発な火山の一つであり、頻繁に中程度の噴火を起こす。17世紀に噴火の記録があって以来、これまでにおよそ60回噴火している。山頂に火口が2つあるのが特徴。最近は2009年4月5日に噴火している。 チリ南部で火山噴火150人が避難。アフプブニュース http www.afpub.com アーティクルディザスターアクシデンツクライムディザスター233万2063249万38742012年8月と開閲覧。チリ南部の火山が再び噴火。 アフプブニュース、http www.afpub.com アーティクルディザスターアクシデンツクライムディザスター234万7475 260万40312012年8月10日閲覧ジャイマ山チリ南部のジャイマ火山で大規模な噴火アフプブニュース、http www.afpub.com アーティクルディザスターアクシデンツクライムディザスター241만7927 311万,万99362012年8月10日閲覧チリ南部で噴火周辺住民に避難命令アフプブニュース http www.afpub.com アーティクルディザスターアクシデンツクライムディザスター 2589,919、25 4002,151、2012年8月10日、閲覧。ありがとうございます。